皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。現象のラジオもですね、早くも50回を超えてますね。6月に開始したばかりなんですが、週5回ペースで配信してるので、50回超えるの早いですね。週1回ペースだと1年ぐらいかかる回数なんですけどね。週5回やってるともう3ヶ月目、6、7、8ですね、3ヶ月目で、1年分の回数配信してしまうというようなことが起こっておりますね。まあ、この番組に限ったことではないですけども、まあ、ポッドキャスト番組を10個ぐらいやってたりとか、まあ、それだけじゃなくですね、日頃コミュニケーションする仕事をしていたり、さらに仕事以外でもですね、定期的にこうお話をするようなお友達がいたりとかっていう感じで、基本ずっとおしゃべりをしてるなって思いますね。で、同時にずっとおしゃべりしてられるなっていう感じですね。多分おしゃべりの才能があるんだと思います。それは会話がうまいとかっていう技術の話ではなくて、会話し続けられる体力があるとか、会話し続けて苦痛でないみたいな、そういう気持ちの部分とか体力の部分かなと思います。実際このあたりをいくつかの軸で分析してみようと思うと、例えばまず性格的にもう社交性が低いというか、人と喋りたくないみたいな人はもうこれ無理ですよね。会話をいろんな人と喋り続けるっていうのは苦痛でしかないっていうことだと思うんですけども、僕はですね、それがむしろ楽しいっていう感じです。それが楽しいっていう性格の人でも、今度感受性が強すぎる人とかっていうのは、繊細な人っていうのは、その楽しいんだけど刺激が強すぎて疲れてしまうみたいなことってあると思うんですよね。だからどうしてもたくさんは話せないみたいなね、楽しいんだけどたくさんは話せないみたいなことがあったりとか、あとはそうやって人と関わっていきたいし、別にそんな繊細でもないんだけども、ちょっと自分にこう自信がなさすぎて人とコミュニケーションが取れない、社交に不安を抱えてるみたいなことってのもあるだろうし、まあ、僕はそれがないと。あとはコミュニケーションに完璧を求めるみたいなやつ、あの会話が結構なシンクロ率がないと会話としてダメだみたいな感じで不快になってしまうとかいう、会話に対する完璧主義みたいなのが強いと少し会話が辛くなってくる、楽しくなくなってくると。で、僕はそこはそこまでね、完璧主義的でもないというか、目的に応じてですね、まあ、目的によってはかなりのシンクロ率を求めたりしますけども、まあ、目的によっては別にそんなにシンクロしてなくても会話として楽しめるっていうところがあるんで、割とねその辺の柔軟性はあるかなというふうに思いますね。あとは体力の配分というか、エネルギーの出し方というか、例えば1時間の会話にエネルギー使いすぎて、本当は喋りたいしまだまだっていう気持ちはあるんだけど、体力的に限界を迎えてしまうみたいなこともあるかなと。で、その辺は僕はですね、多分燃費がいいというか、省エネで話してる時とこうアクセル踏む時とっていう緩急が割とあるので、長時間いける体力がたくさんあるタイプではないんですけども、ペース配分が割と得意なのかなというふうに思ったりしますね。あとは、まあ、言語的なコミュニケーションが得意かどうかってやつですよね。あんまり言語処理が得意じゃない人とかは、言葉でこう会話をし続けるとすごく
それこそやっぱ負荷がかかるんで疲れやすくなると思うんですけども、僕は割と言語的にコミュニケーション取る方が、言語優位というかですね、言語でコミュニケーション取る方が楽なので、そんなに言語化することにエネルギーを消費しないと、まあ、そういったところを見ていくと、どれも僕は恵まれているというか、会話にとってですね、なんていうかな、会話を長く続けていくにおいて、まあ、有利な特徴を持ってるかなというふうに思います。やっぱりおしゃべりし続ける体力があるという意味での才能があるんだろうなと思いますね。実際ポッドキャスト10番組やってると、1日にですね3番組収録の日とかあって、で1番組ですね、1回3時間とか収録したりするんで、3番組やると普通に9時間喋ってるみたいな感じになりますよね。しかもこれ番組として残っていくんで、割と緊張感がある中で9時間喋り続けるとかね、いうのはよくやりますねとか言われることあるんですけど、僕からするとそんなに、わあ今日3つも収録あるなみたいな気の重さもなくて、あ、3つ収録があるなっていう、ただそれだけって感じなんで、やっぱりこれはね、与えられた才能としてですね、喋り倒していきたいなというふうに思いますね。なんならですね、ちょっと元気ないなって日でも誰かと喋ると元気出たりするんで、これ喋るのが、うん、僕にとってはとても重要な活動なんだなというふうに、なんか最近改めて思います。皆さんはどうですかね、おしゃべりの才能、まあ、もしくはどんな他の才能がありますかね。なんか自分が人と比べてですね、ついつい、やり続けられる、全然人よりエネルギーを消費せずにできるとか、なんならそれを通じてエネルギーを吸収しているみたいな活動行動あればですね、それを生かした、何か活動を持つと、まあ相対的に有利であるというふうに思いますんで、そういうものを見つけてですね、何か活動してみることをお勧めしたいなというふうに思います。本日は以上です。番組のご意見ご感想はハッシュタグ現象をつけて X でポストしていただくか、 Spotify のコメント欄よりメッセージをいただけると継続の励みになります。また現象の活動を応援してくださる方は、概要欄にあるリンクより現象の LINE 公式アカウントをお友達登録していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。